はい、ということでですね、どんどんね、日本でも新型コロナウイルス感染者増えてますよね。ただね、その反面、そんなに死亡者っていうのはね、まだ増えてないんですよね。で、今ですね、世界でも言われてるのが、新型コロナウイルスの弱毒化。ちょっとね、危険性が弱まってきた。死ぬ確率はね、下がってきたんじゃなかろうかと。これね、もちろん日本でも言われてますし、僕は知ってるだけでもね、アメリカ、イギリス、あとイタリアなんか、こういったところでもね、まあ、だから世界でね、結構言われてることなんですよ。今日はね、そういったことについて動画でやっていこうと思います。ではですね、早速、まず最初にちょっと紹介したい記事があって、これがですね、ウイルスの変化とは何ぞやっていうのはね、ちょっとわかるような記事です。結局ね、新型コロナウイルス、もしね、弱毒化してるんだったら、ウイルスが変異したってことじゃないですか。だから最初にね、そういったあたりやっていこうと思います。これ日刊現代ヘルスケアプラスの記事ですね。新型コロナの感染効率に関わる変異が世界中で起きつつある。新型コロナウイルスの弱毒化が始まったのではないかとの報道が一部で見られている。日本国内で感染者数が増えている割に重症者や死亡者が増加していないためだ。残念ながらウイルスの弱毒化を決定づけるようなウイルス学的なデータは現時点では報告されていないっていう状況なんですけれども、今ね、重症者数や死亡者数、これが増加してないってあったんですけれども、これね、8月7日の記事です。ってことは、まあ、8月7日よりちょっと前に書かれてると思うんですけれども、一応ね、これちょっと見てみたらね、重症者数っていうのはね、日本ね、まあまあ増えてたんですよ。増えすぎてやばいっていうレベルじゃないんですけれども、これね、今見てみたら重症者数っていうのがね、140人ってことになってます。おそらくね、これ3週間ぐらい前だったかな、その頃っていうのはね、重症者34人ぐらいだったんですよ。ちょっとだから急に増えてますよね。ちょっとですね、日本の重症者数、これの増減ってのを見ていきましょう。これですね、まあ、3月8日から8月5日6日あたりまで、それの重症者数の推移です。だから3月の初めあたり、こんな感じで、それで4月下旬ぐらいにピークを迎えて、そこからどんどん下がってきて、これ重症者数ですよ。それで第2波が起こってきて、まあ、7月の中旬ぐらいからね、徐々に増えてって、で最近ちょっとダンと上がっちゃって、これでね、まあ、このグラフの最後で131人。でもね、今ちょうど確認すると140人ちょうどでしたね。まあ、これをどう考えるかですよね。一番ね、ひどかった7月下旬あたり。この時っていうのは日本の重症者数っていうのは300を超えていたと。そして今が140人。この辺はまあどう捉えるか次第ですよね。まあ、とりあえず死亡者数っていうのはね、まだそんなに増えてないんですけれども。だからね、弱毒化したっていうのはもしかしたらね、今後2週間ぐらい見てからもう一回考えたらいいかもしれないですね。まあ、とは言ってもですよ。とは言ってもさっき言ったように、アメリカ、イタリア、イギリス、他の国でもね、弱毒化したんじゃないかっていうふうに言われてますから、ちょっとね、そのあたりも含めて考えていこうと思います。まずですね、日本で新型コロナウイルスがね、弱毒化したんじゃないか、そういった話なんですけれども、要するに簡単に言うと、致死率が下がってきたってことですよね。感染者数が多い割に死んでる人っていうのはね、少ないんじゃなかろうかと。そういった話なんですけれども、これはね、まあ、大きく分けて、さっきの記事に2つ書いてあって、1つはですね、PCR 検査数のキャパシティが増大したため、まあ、だからいっぱい検査できるようになったと。それによって前より気軽に検査ができてるんで、感染者が多く見つけられるようになったと。まあそうですよね。で、結果、まあ軽症とか無症状の感染者も多く発見できると。よって致死率下がりますよね。で、あともう一つ。新型コロナウイルス感染症に対する治療方法が前よりもね、良くなった。まあ現場の人もね、慣れてきてるだろうし、まあもしかしたらね、こう人工呼吸器の数とかも増えてるかもしれないですよね。まあ増えてなきゃいけないと思いますけれどもね。まあこういったね、二つの理由から致死率が下がってるんじゃなかろうかと。そしてもちろん三つ目の理由。これがウイルスの変異です。これは可能性の話なんですけれどもね。で、さっきも言ったように、日本だけ見てると、もしかしたらちょっともう2週間ぐらい見たいなって感じなんですけれども、これね、世界でもね、やっぱりこういった致死率が下がってるんじゃなかろうかと、新型コロナウイルスが弱毒化したんじゃなかろうかっていう、そういったね、研究報告がね、一応されてるんですよ。まあ、これあくまでね、まだ確定じゃない、証明されてないウイルスの変異を伺わせるような報告ですけれどもね。で、ちょっとウイルスの変異とは何ぞよって話をしていきたいと思うんですけれども、まず新型コロナウイルス。このコロナっていう名前の由来っていうと、まあ、知ってる人も多いと思うんですけれども、もともとね、この王冠のクラウン、ここから来てるみたいで、英語でクラウンじゃないですか。なんかね、ギリシャ語ではコロナっていうみたいで、このね、王冠のコロナから名前がついてるんですよ。なんでかっていうと、新型コロナウイルスっていうのは、皆さんなんか写真見たことないですか？なんかこう、丸いのがあってスパイクみたいなのがいっぱいついてるみたいな。だからなんかあれなんでしょうね、この尖ってる部分が王冠みたいなんでしょうね、クラウンみたいな、コロナみたいな。そういったね、王冠、ギリシャ語でコロナ。ここから来てね、コロナウイルスってついてるんですけれども、だから新型コロナウイルスの形っていうのはね、こう丸くていっぱいスパイクがついてると。で、そのコロナウイルスが、まあこの辺からね、こう入ってきて、で、人間の上気道、まあこういったあたりですね。ここの中にある受容体。なんか僕覚えてるんですけれども、ACE2 受容体っていうのがあるんですよ。ここにね、新型コロナウイルスがパッとついちゃって、それで結合する。そしたらね、これ感染ってことになるんですよ。
逆にこの辺についてるだけだとね、これ別に感染じゃないんですよね。暴露です。まあ、僕の動画見てる人はね、覚えてる人もいると思うんですけれども。とにかくね、このスパイクがね、こうついちゃって、まあ、新型コロナウイルスの表面はね、こうスパイクがついてますんで、それで ACE2 受容体とね、結合したら、これ感染ってことになります。でですね、そこだけまずちょっと覚えてもらって、でですよ、今までですね、ウイルスの変異っていうのは、80個ね、一応報告されてるんですって。だから新型コロナウイルスの変異の例っていうのが80種類あると。でですね、ちょっと面白いのが、そのね、80種類の変化の中の一つだけがね、こう感染する力を上げる変化だったんですって。逆に言うとね、他はね、上げてないんですよ。他の79の変化っていうのは感染力が上がるような変化ではなかったと。で、この80ある変異のうちの一つ、感染力がね、高まる変異。この変異をしたウイルスっていうのがヨーロッパで広まっていて、そしてですね、日本にも入ってきてる。これがちょうど3月ぐらいです。まあ日本って言ったらね、3月4月ひどくなりましたよね。これがおそらくね、ヨーロッパから入ってきた感染力が強くなった80ある変異の中のうちの一つなんですよ。ちょっとだから運が悪いですよね。っていうかまあ感染力は上がったから来て広がっちゃったんでしょうけれどもね、その変異がね。ちょっと記事読みますね。3月からの感染拡大では、欧州系統の遺伝子配列を持つウイルスによるクラスター感染集団が全国各地で複数発生した。まあこれ今話した話ですよね。でこれが5月下旬に一旦収束したものの、今言ったね、ヨーロッパから入ってきた感染力が増したウイルス、これってのはね、5月下旬には一旦収束したものの、6月下旬、東京を中心に新たなタイプの遺伝子配列のウイルスが突然出現。現在急速に増加している全国の陽性患者の多くが新タイプに属することが分かった。まあらしいんですよ。まあ、ちょっといろいろ見てるとですね、6月から入り始めた、まあだから第2波を生んでるウイルスですよね。これの感染力が強いかどうかっていうのは書いてないんですけれども、とりあえずですね、3月からね、日本に入ってきて、どんどん増えて、4月マックスを迎えてね、そこから収束した第1波。これを作ったウイルスっていうのは、ヨーロッパへ変異して、日本に入ってきたものだったと。ただ6月からまたちょっとね、別の。これもだからまた別の変異したウイルスかもしれないですよね。で、とりあえず、ヨーロッパから3月に入ってきたウイルス。これがですね、感染力がさっき言ったように、上がってるんですよね。じゃあ、どのぐらい変異して、感染力が上がってるかっていうと、3倍から9倍って言われてます。まあ、それは3月からね、急に流行るわなって話ですよね。その時感染力が違ったらね。ただこのウイルスがなんですよ、これ感染力が上がったってことはね、まあ、研究とかで証明されてるみたいなんですけれども、ただですね、研究では毒性が下がったってことはね、証明されてないらしいんですよ。じゃあね、この証明ってなんだって言うと、こういうふうに書いてありましたけれども、重症者が少ないという点から現時点で弱毒化しているという可能性は考えられる。ただ明らかなウイルスの変異が見られず証拠がないと語るのは東北大学うねならららみたいなね、偉い先生です。まあだからあれなんですね。数を見てて、まあ致死率がね、下がってるっていうのは分かりますよね。ただこれ、それを裏付けるウイルスの変異っていうのが分かんないと証拠にならないってことなんでしょうね。ちょっと細かいところまで分かんないですけれどもね。まあこれもあれじゃないですか。だから相関関係。なんか致死率が下がってきてるのは分かるけれども、因果関係。こういった理由だから致死率が下がってるんだ、とこまで分からないと証拠になってないってことなんでしょうね。なんかもう僕なんかだったらね、統計見てこれが証拠だって言っちゃいそうですけれども。こういった医学の専門家からすると、それだけじゃ十分な証拠にならないってことなんですね。因果関係まで分かんないと。ただ逆に言うとね、世界各地でこういった風に致死率が下がってるっていうね、データってのは出てるってことなんですよね。ただ細かいところ、なぜそうなったかまで分かってないっていうね、なぜ致死率が下がったのか。あとあれですね、証拠がないって言った今の先生は、今はね、こう感染者数ってのは広がってるけれども、以前と違って若者ばっかで広がってるから、第1波の時とは比べることはできないというふうに言ってますね。まあ確かに。第一波は結構老人がかかってたと。だから致死率が高かったと。でも今は若者がかかってる割合が多いんで、単純に比べることができないから、そういった意味でも、この先生からすると僕が言ってるような相関関係が見られるとも思ってないってことなんですね。ただね、弱毒化してるように見えるって言ってるお医者さんはいっぱいいるんですけれどもね。まあこの先生もね、弱毒化してないって言ってるわけじゃないんですけれどもね。やっぱ証拠がないっていうね。で、さっきですね、ウイルスの変異が80あるって言ったじゃないですか。80種類の変異をしていることが確認されてると。で、そのうち感染力が強くなった変化ってのは一つしかないって言ったじゃないですか。で、また面白いのが、この80の変化のうち、だから一つが感染力拡大だから残りの79ですよね。この79のうちの20、これは逆に感染力を弱める変化ってのをしてたんですって。それは分かってると。でもそしたらね、何 ?80-1 が79で、そこから20引いたら残り59。残りの59ってのは変異はしてるけれども、感染力に関しては特にね、変わりが見られなかったらしいんですよ。一応これ補足です。でもまあね、20の変異ってのが感染力が弱まるんであれば、もしかしたらね、これうまくいけば、こう消えていくかもしれないですよね、感染力が弱まるんだから。あ、これね、感染力が弱まって、致死率が上がったって報告も出てないんですけれどもね。っていうことは感染力とか弱まるんだったらね、もしかしたら消えていくかもしれないですね。まあ実際にね、こういう言葉で言ってる先生もいるんですよ。あ、今日紹介してるのはみんなね、お医者さん。まあだから医学博士です。現場のお医者さんもいれば、大学病院で研究してる人。そういった人の言葉しか今日はね、紹介してません。
で、これが京大の先生が言ってるんですけれども、それは考えてみれば当然の話だ。重篤な病気を起こした個体は動き回ることができず、他の個体にウイルスを伝達することは困難である。病原性の低いウイルスに感染した個体は動き回ることができるので、結果的に他の個体にウイルスを撒き散らすことになるのだ。要はですね、僕これ何回か言いましたけれども、毒性が強いウイルス、これっていうのは感染してもこの患者っていうのが毒性が強いですから、あんま動き回れないじゃないですか。で、最悪死んじゃうと。でも毒性が低いウイルスだったら、この患者、感染してる人っていうのが動き回るんで、よりね、結果的に感染する確率が高まると。これはだからね、感染力が強い弱いじゃなくて、この感染した個体がね、いっぱい動き回った結果、感染者が増えるっていう理屈なんですけれども、何が言いたいかっていうと、結局ね、毒性の強いウイルスっていうのはあんまり広まらなくて消滅していくと。で、毒性が軽いウイルスに限っていっぱいね、感染した人が歩き回るんでいっぱい増えていくじゃないですか。結局生き残るのは毒性が低いウイルスだって言ってるんですよ。っていうことは、時間が経てば経つほど弱毒性、毒性が低いウイルスほど生き残ると。だからもしですよ、新型コロナがいっぱい変異してて、でその中に毒性が強いもの、毒性が低いものがあったら、やっぱりね、時間が経てば経つほど毒性が低く変異した新型コロナウイルス、それだけ残っていくんじゃなかろうかって、そういうことをね、理屈で言ってるんですよ。まあ、ごもっともですよね。ただこれがね、証明まだされてないってことなんですよね、結局ね。で、これちょっとついでの話なんですけれども、ワクチンに関連してる話です。今日ずっとね、新型コロナウイルスの変異の話してますよね。まあ、変異して弱毒になったのかどうかっていうね。で、どうもですね、これちょっと順番が良くなかったんですけれども、こうね、最初に話したじゃないですか、新型コロナウイルスがあって、でこうスパイクみたいなのがいっぱいついてるって。これがね、スパイクタンパク質っていう部分なんですよ、このウイルスのね。で、このスパイクタンパク質っていうのが変異するらしいんですよ。そして結構ね、これが感染に関わってると。でね、何がまずいかっていうと、このウイルスの変異っていうのは、このスパイクが変異することに関係してるらしくて、で結構多くのワクチンっていうのがね、このウイルスのこのスパイクに作用するように作られてるんですって。なんでかっていうと、さっきも言ったように、このスパイクが感染に関係してるから。僕もだからね、細かいことは分かんないですよ。でもこのスパイクが関係して感染すると、だからワクチンっていうのはこのスパイクに作用するように作られてると。全部のワクチンじゃないんですけれどもね、結構多くのワクチンが。ってことはもしですよ、ウイルスが変異して、この S タンパク質、まあだからスパイクの部分ね、スパイクタンパク質、これが変異しちゃうと、今作ってるワクチンっていうのはね、効かなくなっちゃうかもしれないんですよ。無効になっちゃうかもしれないっていう、こういったこともね、心配されてるんだそうです。で、これまたちょっと別の先生なんですけれども、ウイルスの変異についてこういうこと言ってます。新型コロナウイルスは現在、地域ごとに変異が蓄積している。様々な研究者が新しい型を提唱しているが、地域ごとに遺伝型が変わるのは当然のことである。もうウイルスってのはね、変異するものだから、それは当然だと。まあ、どこまで変異するかなんでしょうね。だからね、問題は抗原型が変わるのか、そして毒性が変わるのかである。っていうことで、今読んだようにウイルスの変異について気にしなきゃいけないところが2つあると。一つがですよ、抗原型が変わるのか、そしてもう一つは毒性が変わるのかだったじゃないですか。で、この抗原型が変わるのかなんですけれども、さっきから言ってるね、このスパイクの部分、これが感染に関係してるって言ったじゃないですか。どうもね、このスパイクの部分に抗原がね、入ってるみたいで、まあ、もしかしたら僕ちょっと詳しくないですけど、他にも入ってるのかもしれないですけれども、ここに抗原が入ってるみたいで、で、この抗原ってね、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、何かっていうと、この抗原がね、体の中で発見されると、これに対して抗体ができるんですよ。だからですよ、新型コロナウイルス、こうスパイクがある、そしてここに抗原がある。でもこのスパイクの部分が変異したら、だから抗原が変わるかもしれないんですよ。そしたら当然ね、作んなきゃいけないワクチンっていうのが変わるかもしれないってことなんですよ。さっきも言いましたけれども、だから抗原の型が変わるかどうかっていうのは気にしてなきゃいけないと。だってね、今作ってるワクチンっていうのは、今の新型コロナウイルスの抗原に向けて、それに対しての免疫ができるように作ってるわけですからね。でもそのターゲット自体が変異してしまうと、もちろんこのワクチンっていうのは無効になっちゃいますからね。で、そのターゲットはこのスパイクで、そして抗原なわけですよ。これが変化するかもしれないと。だから抗原型が変わるのかを気にしなきゃいけないと。そしてもう一つ、毒性が変わるのか、これもちろんね、気にしてなきゃいけないですよね。そのままですよ。変異して毒性が強くなったらやばいし、逆に弱毒化したらね、よっしゃって感じですしね。そしてですね、最後にちょっとイタリアの話をしたいんですけれども、僕はちょっと個人的に気に入ってるんですけれども、今ね、世界で言われている新型コロナウイルスの弱毒化なんですけれども、これについてね、イタリアの医師がね、こんなこと言ってるんですよ。この人結構有名な医師らしいんですけれども、5月末にね、イタリアの有名なお医者さんが、新型コロナウイルスが威力を失い、致死力が大幅に低下してるって見解を示したらしいんです。ただですよ、これイタリアの有名なお医者さんがそういうふうに言ってるんですけれども、コロナウイルスが弱毒化したんじゃないかっていうふうにね。ただこれね、 WHO の疫学の専門家の人ってのは、全然ね、科学的根拠がないっていうふうにね、否定したんだそうです。それちょっとごちゃごちゃしてたっていうね。ちょっとその発言、具体的に紹介していきます。これ英語の記事からなんですけれども、コロナバイルスハズダウングレーデッドフロムタイガーとワイルドキャットand could die out without vaccine って感じなんですけれども、これまあ直訳するとね、
新型コロナはダウングレードした、ちょっと弱まったんじゃなかろうかと。その表現をこう虎から山猫へみたいなね例えをしてるんですよ。コロナワクチンは虎から山猫へ弱まった、ワクチンがなくてもっていうね、まあ、そういったねタイトルなんですけれども、これ英語だったんでね、僕はちょっと意訳ちょっとまとめた感じで紹介していきますね。イタリアのサンマルティーノ病院の感染症クリニックの責任者であるマティオ・パッティオ教授は、新型コロナで以前は死亡していたであろう患者が回復していると語った。私が見ている臨床での印象はウイルスの重症度が変化しているということです。3月と4月の初めと比べて完全にパターンは変わってきています。現在の状況は過去4週間のものとは完全に変化しています。科学的に実証されてないウイルスの遺伝子変異が原因で、気道に至るウイルスの量がかなり低下している可能性がありますっていうふうに言ってますね。まあ自分でも言ってますよね、科学的に実証されてないウイルスの遺伝子の変異だっていうふうに。まあだからね、根拠がないって突っ込まれてもしょうがないっちゃしょうがないんですけれどもね。それで80歳とか90歳の高齢の患者でさえベッドに座って助けなしで呼吸をしていると、そういったふうに言ってます。昔はね、まあ、だから3月4月のイタリアではそんなことは考えられなかったと。まあ、80、90とかで感染してたらほぼほぼこう人工呼吸器をつけてた、まあ、そういうことを言ってるんですね。それで3月4月は凶暴な虎のようだったが、今では山猫のようだっていうふうに言ってますね。ワイルドキャットっていうね。でこの教授はちょっと楽観的なことを言っていて、ワクチンなしでもこれ完全になくなっていくかもしれないなって言ってるんですよね。ワクチンなしで完全になくなっていくかもしれません。感染する人はどんどん少なくなり、ウイルスは死滅するかもしれませんっていうふうに言ってますね。まあ、ただこれちょっと僕は思ったのが、これ弱毒化してきてって話をしてるわけじゃないですか。でもこの最後のね、ワクチンなしで完全になくなるかもしれない、感染する人がどんどん減ってってウイルスは死滅するかもしれない、これなんか感染力の話をしてませんかね。致死率が弱まった、弱毒化したかどうかって話なんですけれども、最後のねワクチンなしでも消えていくかもって話なんで、これ感染力の話ですか、ちょっと違うかなと。まあまあそれ置いといて、でですね、今イタリアの、まあ、有名らしい医師の話なんですけれども、まあ、現場で見てるお医者さんがねそういうふうに感じてると。ただですね、これイングランドのまたちょっと違った人、イングランドのバラート・パンハニー博士、この人がですね、新型コロナウイルスが消滅するという考えは短期的には短絡的だっていうふうに言ってるらしいんですよ。私はそんなすぐになくなると思いませんって言ってね。でここで例に出してきたのが天然痘です。まあこのイングランドのパンハニー博士からすると、天然痘の時もそうだったと。まあ、ちょっと面白いですよね。イタリア人がこれなくなっていくんじゃないのって言って、イギリス人がそんなわけないっつってね、ちょっと性格、国民性を表してるなとね。でちなみに天然痘の時どうだったかっていうと、これがですね、天然痘っていうのは1958年になんか WHO がですね、世界天然痘根絶計画っていうのを立てて、まあ、だから天然痘をなくそうっていう取り組みをね1958年に始めたと。でその当時世界33カ国に天然痘の患者っていうのがいっぱいいて、なんか全部でね2000万人って書いてありますね。それで死亡者数っていうのは400万人に達してたと言われてます。ただちょっとこれ期間が分かんないですけれどもね、まあ、同時にね2000万人患者がいたんじゃないんでしょうから、多分ですよ、まあ、どれだけの期間で2000万人こう患者がいたってことなんでしょうね。で結果的に400万人死んでると、それぐらいの病気だったと。だから1958年に計画を立てて根絶することを決めたと。でですね、もうこの頃っていうのは天然痘のワクチンっていうのがあったんですよ。だからこのワクチンを使ってうまく使って根絶していこう、この世からなくそうっていう計画をね1958年立てたと。ただですね、これ結局終わったのが1977年、この時にね天然痘の最後の患者っていうのがね報告されてるんだそうです。1977年に最後の患者が報告されていて、で最終的に1980年に根絶宣言が出されたと。まあだからですね、根絶計画を立てたのが1958年でしょ、で実際に最後の患者っていうのが1977年、まあ、約ね20年、まあ、19年ですけれども、約ね根絶するまでに20年かかってるんですよ、ワクチンがあったのにね。まあだからね、これをもってさっきのねイングランドの博士っていうのは、まあお医者さんですけれども、そんな簡単になくならないよって言ってるわけですよ。ワクチンがあったところで20年かかったんだから、天然痘終わってね、そう言ってます。でちなみにね、さっき言ったように天然痘の患者ってのはこの頃、まあ、当時って言ってますけど、当時2000万人いたと。たださっきも言ったようにね、どのぐらいの期間で2000万人か分かんないですけれども、で試しにですね、今新型コロナウイルスの患者って累計でどれぐらいになってるのかなって見たんですよ。そしたらびっくりですよ、1950万人でした。わかります？これだから1958年に天然痘根絶計画を立てたと、その当時の感染者数っていうのが、まあ、2000万人って言われてるんですけれども、そしたらですよ、今新型コロナウイルス、もう今年からほぼね、ほぼ今年から始まったにもかかわらず、逆にすごいんですけれども、もうね2000万人、ほぼ2000万人なんですよ、1950万人だから。だから当時の天然痘の患者の数2000万人と新型コロナウイルスの感染者の数っていうとね、もうほぼ同じなんですよ、ちょうど。それでイングランドの博士からすると、まあ、博士はそれ分かって言ってたか分かんないですけれども、そんなね根絶しようと思ったってすぐなくなるもんじゃないって言ってるんですよ。まあだからね、ある意味これ天然痘よりやばいんじゃないですか、感染者の数でいうと。
だってほぼ今年の初めから始まったぐらいで当時の天然痘の感染者の数2000万人にも達してるわけですからね。多分天然痘の感染者の数っていうとね、これある程度の期間の累計でしょうからね。でも新型コロナはね、今年8ヶ月9ヶ月ぐらいでもうこの2000万人に達しようとしてますからね。まあだからイタリアのね、有名なお医者さんっていうのはこれワクチンがなくてももう消えてなくなるんじゃないかっていうことを言ってるんですけれども、イングランドのお医者さんからするとね、ワクチンができたってね、そんな簡単に消えないよって言ってるんですよね。まあだからだいぶ減ると思うんですよ。でも根絶まではいかないんじゃなかろうかと、そういったことを言ってるんですよね。でちょっと面白い表現をしてて、このイングランドのね、博士、まあ、お医者さんですけれども、この人が言ってるのが、まあ表現の仕方としてね、ニルバーナが近づいているという考えには同意しませんっていうふうに言ってるんですよ。なんかちょっと面白くないですか。ニルバーナ、ニルバーナになるのは同意しないってね、言ってるんです。これニルバーナって何かっていうと、まあ言葉聞いたことありますよね。有名なロックバンドとかでもね、ニルバーナありますからね。これニルバーナっていうとね、サンスクリット語、まあ古代のインドでね、使われてたって言われてる言葉なんですけれども、これでね、ニルバーナっていうのはこう消滅、例えばね、こう火を吹き消したら火がパッと消えますよね。ああいった感じです。ああいったね、消滅するのをニルバーナっていうんだそうです。だからこのイングランドの博士ってのは、こう新型コロナウイルスがニルバーナになるとは考えないってことを言ってるんですね。ちょっと面白い表現だなと思って。はい、といったことでね、今日の動画はこんな感じです。新型コロナウイルス、なんだかね、数字だけ見てるとこう弱毒化してる、致死率下がってきてるように見えるんですけれども、はっきりとした証明ってのはね、医学的な根拠がある証明ってのはまだできてないってことです。っていうことで、今日僕はね、皆さんにお伝えしたかったことってのは、新型コロナウイルスニルバーナにはならないっていう話です。ということでね、これお盆明けにね、会社かどっかでね、早速使ってみてください。新型コロナウイルスはニルバーナにはならないって感じでね。バイバイ。バイバイ。